こんにちは、即可塾の久保です。今日は7月10日でございます。参院選の選挙がありますよね。非常に重要な一日になると思います。あの、今までとは比べもならないぐらいの重大な選挙です。それは多分5年後や10年後に、あ、あの日一日がここまで未来を分けることになったんだなとわかると思います。で、今回はその中でちょっとツイッターをちらっと見かけたんですけども、共産党の山添拓さんにこんな質問が来ました。 ロシアがいきなり攻めてきたらどうするのか。ね。こんな質問が投げかけるのは、まあ、あり得ることだと思います。なぜなら、ウクライナにも突然、いきなり攻めてきたわけですよね。まあでも、細かいこと言えば、いきなりじゃないよっていう人は、後から後から出てくるんですけども、まあ、それはね、置いといて、皆さん。えー、外出したとき、いきなり車が自分の方をめがけて飛び込んできたらどうしますね。もう、自分が見てないときに、バンと飛び込んできて、 ドカンとぶつかるわけですよ。怖いですよね。じゃ、その時のために、プロテクターを身につけて外に出かけますかそれとも、ひらりと交わせるような体術を普段から鍛えておきますかどうでしょうかね。はい。それではね、山添拓さんのツイートを見てみましょう。ロシアがいきなり攻めてきたらどうするか街頭で質問を受ける。ね。攻めてきたらどうするのかですよね。攻めてきたらですよ。はい。そうすると回答はですね、いつものように、 お茶を濁すす回答です日本をいきなり攻める理由はないしアメリカを巻き込む可能性を考えれば合理性もないこの想定は外交の不在を意味するがリアリティを欠くということであのね、あのー、合理性があるないじゃなくて攻めてきました車が飛び込んできましたどうしますかってことなんですよそしたらいや車が飛び込んでこないでしょロシアは攻めてこないでしょ合理性がない理由もない 理由や合理性を超えたところにあるのが戦争なんですよね。侵略なんですよね。理由は合理性がないから人は攻めてこないんでしょうか。ね。理由も合理性もなく人が人を貶める。人が人を殴ること。何回も繰り返されてきましたよね。えー、そしてね、最後にこうも言ってます。危険を煽り、不安につけ入り、 軍拡しかないかのように風潮する政治の責任は重大と。いや、これお前の責任が重大だってことですね。危険を煽らなければ安全だ安全だっていう風うに煽って私たちの暮らし成り立つんでしょうかね。車を運転するときに必ず任意保険入りますよね。保険会社が危険を煽ったから入ってるんですかどうでしょうかね。不安につけ入りって書いてますけども どうなんでしょうか保険会社や警備会社ってのは私たちの不安につけ込んでるんでしょうかいや、50の不安があったら50の不安を解消するために動くものがあるんじゃないですかね。不安につけ入りってのは100分の1しか危険要素がないのに、その1がまるでね、99であるかのように風潮することでしょう。ね、ノストラダムスの大予言、地球が滅亡します。 みたいにね、わけのわかんない四行詞を解釈に解釈を重ねて、何冊も何冊も本を書いて、報道して、うわー怖いぞ、1999年っていうふうに、することが危機を煽ることであって、そしてその不安に付け入ってですね、だから宗教に入りましょう。だから私たちの政治団体を支持してくださいっていうのが不安に付け入ることじゃないかなと思いますけどね。えそして、 軍拡しかないかのように風潮する政治の責任重大って書いてますけども、あの、質問はすごくシンプルなんですよ。ロシアがいきなり攻めてきたらどうするのかって質問ですよ。そっからね、軍拡しかないかのように風潮する政治の責任重大ってとこまでよく結びつける想像力があるなと思いますけども、結局は、この質問に回答してないよってことを、私は回答しませんよってことをこのツイートで明らかにしちゃったんじゃないですかね。ロシアがいきなり攻めてきたらどうするのか。 街頭で質問をせっかく山添くさんにしたのに、山添拓さんといえばね、国会でとても弁が立つ若者ですよ。いや、この人に聞いたら答えてくれるかなと思ったら、ロシアがいきなり攻めてきたどうするのか、えー。日本をいきなり攻める理由はないでしょう。北方領土をいきなり攻める理由はないでしょう。ね。アメリカを巻き込む可能性を考えれば合理性もない。アメリカを巻き込む可能性を考えれば合理性ないですかね。どうしようかね、ちょっと、想像力が足りないんじゃないですかね、逆にね。 山添,拓さん山添拓さんはちょっとね当選してほしくないばかりか共産党ってものがこの世の中にある限りは日本の平和は危ういなと思わざるを得ないんですけどもねさあということでねえー、選挙が7月10日でございますまあどこに投票に行けとかねどこを当選しろとか言いませんけども選挙に行きましょうとだけは言えりそうなんで メッセージ選挙に行きましょうとだけお伝えして今回の配信終了です。山添拓さんに栄光あれあるのかいってらっしゃい。